中痛い。ねえ、これこれやばくないですか、これぬか君。これだって名人に牛乳のと、これ1リットルですよぬか君、これ1リットル買う、これ。いや俺もそう思ったな、この1号令とか。俺1号令好きなんだ。あ、そう、コーヒー、ほら牛乳より100円高いな。だなんならこの、そうだね、これ100円じゃん。だったらこの140円買った、この1リットル買った方がいいんじゃないかと。じゃあこの1リットルちょっと買ってみますよ、ぬか君。出てくるかな。はい、落ちてきた結構しっかり落ちてきたよ。あ、深い深い、中深い取れねえあ出てきた一輪。これ高さあるよね、ここまで。すごいよこれ、結構深めに設計されてますから。はい、うん、はい、1号で。あ、こっちから降りてきた。多分なんか値段によって違う可能性ある、ね、ストローが来たら、うん、ストローえストローなんかストローはないっすね。はい、1号1号でってこんなパッケージだったっけ。うん、これよく見ると250円と240円でちょっと10円差がありますから。何何何が違うんだ、買ってきます、うん、お土産これ。あ、マジっすか美味しい牛乳。ああ、やっぱりこっちだ。でも新しいバージョンキャップが、あ、本当だあ、ぬか君、何これ違うね。あ、はい、ということで明治牛乳のこれじゃあ後ほど飲みますかね。はい、じゃあそんな感じでした。じゃあさようならはい、今またこちら1000円自販機来ましたね。ぬか君やりますか。いや、一緒でしょ基本的には。はい、何が欲しい。まあ、このスーパースクラッチっていうのがまず入ってて、それを削るとこういうのが当たるってシステムだから、そもそもそのスクラッチが入ってないとあんまりいい商品じゃないってことなんだよね。じゃあちょっとまず私からやってみますよ。ちょっと上だねこれ。はいはい、行きました。じゃあ俺これ行きます。お、でかいんじゃないこれ。すっごい重い音した。え、箱にも入ってない。何これ、何これ。え、 HGハンドガン。え？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 なんか怪しい感じする。お？お？ BB 弾ですかこれ？あ、なんか結構なんか。うん。これ？マジっすか？簡単に言うとなんかエアガンみたいなやつかな。はい、さあ一目1000円です。5箇所、さっきねここにしました。なので、いや、その辺売り切れなんですよ。出たよこれ、ちっちゃいんじゃない。あ、出てきた出てきた。
いやそのケースやばいよ、その箱のサイズやばい。うん、どれ、ん、おえ、なにこれ、天気みたいな財布ですか、ね、岡くん小銭入る、うん、これなんだろう、これえてか、これ思ったんだけど、それ小銭しか入んないんじゃないあ、アイスだ、アイスだ、うわこれ当たり、ちっちゃいアイスだいや、今はどっちでもいいんだけどエアガンと、ぬかくん、さっきのこいやいや、これいらない両方ちょっと外れってことでしたね。はい、あの1000円自販機でした。はい、ありがとうございました。青春を追えばそれぞれ